で今回ですね、皆さんからの富山県に関する、コメントを紹介していくという第24回になります。いつも多くのコメントをありがとうございます。富山県民の方であれば共感できる内容がいくつかあるかなと思います。また他にも富山県に関するあるあるやコメントがあればコメント欄や、公式 LINE の方でいつでもよろしくお願いします。それでは順番に紹介していきます。一つ目は、黒川さんは必ず一度は仏壇屋さん系と聞かれたことがあると思うってことなんですけど、富山ではあの黒川仏壇センターの CM とか、黒川仏壇センターが一番っていう CM を見たことがあるという方が多いと思うので、富山の黒川さんの多くは仏壇系の話を振られたことがあるっていう経験は多いんじゃないかなと確かに思いますね。二つ目は CM に関する話なんですけど、京丸人形会館、京丸、この CM も癖になりますってことなんですけど、まあ自分も何回かしかこれ見たことないので、うる覚えなんですけど、京丸人形会館、京丸、みたいな CM だったと思うんですけど、まあ確かに癖はありますね。まあ、見たことある方はいますかね。3つ目は、富山のイントネーションはビーズと同じですってことなんですけど、富山か富山、ビーズかビーズってことだと思うんですけど、富山県民の方は富山のイントネーションが気になりますし、ビーズファンの方はビーズのイントネーションが気になりますし、まあ、それほど繊細なイントネーション問題かなと思います。4つ目は、ボタンがダンコチンコは使うってことなんですけど、まあ、自分はあの動画の方で、富山弁のダンコチンコ、ボタンの掛け違いっていう方言をあまり使わないって言ったんですけど、まあ、使う派と使わない派に確かに分かれそうですね。まあ、自分も全く使わないっていうことではないので、まあ、実際今の富山県民でどれぐらい使う派と使わない派に分かれるのかは自分も気になりますね。皆さんはダンコチンコ使う派、使わない派、どっちですかね。5つ目は、富山から京都に引っ越したのですが、久しぶりに刺身食べようとふくらぎ探してもなくて、みんなにふくらぎってなんやねって言ったら、なんそれって言われて恥ずかしかったってことなんですけど、まあ、ブリは大きさによって呼び名が違って、まあ、富山ではふくらぎと言っているサイズは、まあ、関東では稲田、関西ではつばすって言われてるみたいで、ふくらぎっていう名前は富山だけで使われてるみたいですね。まあ、自分も初めて知ったんですけど、なかなか衝撃ですね。6つ目は、福岡県の短大にいた時に食べ過ぎて腹ういって言ったら、ういって何って突っ込まれたってことなんですけど、ういはういですよね。まあ、自分も結構腹ういって使うんですけど、まあ、でもこれはあの富山弁でもそこまで認知度が高い方言ではないと思うので、まあ、富山県民でも使う人使わない人に分かれるんじゃないかなとは思いますね。7つ目は、なんです、いいがですか、上の人に対して敬語を使ってるつもりですが敬語と言えるのでしょうかってことなんですけど、まあ、いいがですかとか、せんなんがですかみたいなセリフは聞いたことがあると思うんですけど、まあ、自分もよく使うんですけど、まあ、確かにちょっと軽めの敬語というか、言われる人によってはイラッとするかもしれないですね。まあ、なんで使う場面や人によっては、まあ、標準語の敬語をしっかり使った方がいいという場面もあるんじゃないかなと思いますね。8つ目は、黒部峡谷のトロッコ乗ったことある富山県民意外と少ない説ってことなんですけど、まあ、自分もまだ乗ったことないですし、まあ、確かに富山県民でもトロッコ、雪の大谷とか黒部ダムとかっていうスポットには行ったことがないっていう富山県民は意外と多いんじゃないかなとは確かに思いますね。まあ、自分の周りとか友達とかの話を聞いていてもそうですし、まあ、県外の方からすると富山県民はみんな、そこに行っていて、まあ、人気なスポットっていう印象があると思うんですけど、意外と地元民は行ってない派が多いっていうのは、まあ、リアルな現状なんじゃないかなとは思いますね。で9つ目は、僕の小学校は世にも珍しい立山登山がない学校でしたってことなんですけど、自分はてっきり小6の立山登山っていうのはかなり定番のイベントなのかなと思ったんですけど、意外と、立山登山がないっていう学校もあるみたいですね。まあ、全体で立山登山がある学校ない学校の割合っていうのはどれぐらいなのかなっていうのは個人的には気になりますね。で最後10個目は、子供の頃双極林だと思ってましたってことなんですけど、
まあ、確かにあの今でこそ総川総川って当たり前に言ってますけど、まあ、漢字を見ると総局林が普通ですね。まあ、他県の方も初見では総局林と言ってる方がほとんどだと思います。まあ、総川っていう読み方は難読ですし、まあ、なかなか癖はありますね。まあ、総局林が、まあ、一番しっくりくる読み方だと思います。はい、ということで今回も皆さんの富山に関するコメントをいくつかピックアップしていました。まあ、富山県民の方は共感できる内容がいくつかあったんじゃないかなと思います。また他にも、富山県の日常生活におけるあるあるや何気ないこと何でも構わないので、まあ、コメント欄や、公式 LINE の方で何でもいつでもよろしくお願いします。それでは今回は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。